い、皆さんどうも、橋本でございます。皆さん、私が今持っているこのコントラバスは5弦ベースなんですけれども、一番下の5弦っていうのは、ハーでチューニングしたり、ゼーでチューニングしたりと、まあ奏者によっていろんな場合がありますが、皆さんはどちらでチューニングされますか？プロの奏者もハーチューニングにしたり、ゼーチューニングしたり、まあ様々な方々がおられます。で、今回はこのハーチューニングとゼーチューニングのそれぞれの有利な点を、楽曲を交えて今から説明していきたいと思います。まず本題に入る前に、それぞれの短所を一つずつ紹介したいと思います。はい、今字幕でも出していますが、でハーチューニングの場合はそもそも開放弦のハーを要求される楽曲が少ないという点にあります。ゼーチューニングは A 線に対して3度超弦になることです。もう人によってはもうそれだけでも全く弾けなくなってしまうという方もおられます。では今からハーチューニングとゼーチューニング、それぞれどのような有利なポイントがあるのかっていうのを楽曲を交えて今から説明していきます。まずハーチューニングの方が有利に働くのではないかという楽曲を説明しています。曲はベートーベンの第9の第2楽章に登場します。で、この第2楽章の中にこの5弦の音域を使ったこのオクターブのフレーズが出てきます。このようなフレーズが出てきます。はい、このようなフレーズが出てくるんですけれども、これ今弾いてますように、これでハーチューニングにしてるとオクターブが同じポジションで取ることができます。で、ゼーチューニングでチューニングする場合はポジションを1音1音オクターブごとには変えないといけないというデメリットが出てきます。そしてその場合開放を使うと弦を2本パターン書かないといけないというデメリットも出てきますので、これが不利に働きます。そして第4楽章でも今弾いていますようにこのようなフレーズが出てきますので、ハーチューニングにしているともう5度間隔なのでもう楽々取ることができます。したがってハーチューニングの有利な点はこの5度間隔やこのオクターブがもう全く同じポジションで取ることができるという点にあります。このようなフレーズが多用される楽曲に対してはハーチューニングが有利と言えます。続いてゼーチューニングが有利になるのではないかという楽曲を説明していきます。で、例えばまず一例として挙げるとすると、ブラームスの交響曲第1番からであります。で、この第1楽章、通常は通常もこのゼーなんですけれども、5弦の場合はオクターブ割いて演奏する場合があります。で、これをハーチューニングしてしまうと、いちいちもうずっと押さえ続けないといけないので、この左手がもう辛くなってきます。で、ゼーチューニングにしていると開放弦で取ることができるので、もう完全に左手がフリーな状態でこのゼーを鳴らすことができるので、もう楽々取ることができます。そしてもう一つはレスピーティのローマの祭りに一例が挙げられます。それはどの部分になるかといいますと、第2曲に登場します。で、この第2曲の途中で親指ポジションを使ったこのハーの音から一気にこの5弦のゼーに跳躍する部分が出てきます。ハーチューニングにされている場合はこの C から一気にこのハーフポジションまでもう嫌でも跳躍しないといけないんですけれども、ゼーチューニングで開放弦でゼーでチューニングしていることによって、この C に対してからこの音から1回この開放弦で余裕ができるので、この跳躍が有利になります。したがってゼーチューニングは先ほど説明しましたブラームスの交響曲第1番のように、このゼーを連続で弾くときに開放でずっと演奏することができるので、この点が有利な点に挙げられます。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんはハーチューニングにされたりゼーチューニングにされたりは人それぞれだと思いますが、このようにそれぞれの有利な点を知っておくと、曲によってハーチューニングにしたりゼーチューニングにしたり使い分けるっていうことも面白いではないかと思います。皆様も曲によってハーチューニング、ゼーチューニングを使い分けてみてはいかがでしょうか。ではまた次回。解説動画のリクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。